赤とオレンジ、夕日色に染まる埼玉スタジアム。夏休み最後の週末を飾る真夏の決戦、埼玉ダービー。この時ばかりは戦力も順位も一切関係なし、選手、スタッフ、サポーターが一丸となってぶつかり合う魂の 120% バトル。現在首位に立つ浦和レッズはここ5試合でわずか1勝。このダービーに勝って再び波に乗れるか。キープレイヤーは興梠慎三。埼玉ダービー2戦連続ゴール中、ここ一番で見せる勝負強さに期待がかかる。一方リーグ戦再開後7試合で未だ勝利のない大宮アルディージャ、その全ての試合で相手に先制を許しているだけに、勝利のためには先制点が不可欠。キープレイヤーはズラタンとムルジャの強力ツートップ。彼らのゴールなくして勝利はありえない。過去の対戦成績ではレッズが10勝5分け8敗とわずかにリード。しかしレッズのホームゲームではアルディージャが勝ち越しているだけに、全く予想がつかない激戦になることは間違いない。 J リーグが世界に誇る炎のダービーマッチを見逃すな。 J リーグディビジョン1第22節浦和レッズ VS 大宮アルディージャ、8月30日埼玉スタジアム2002、18時キックオフ。この一戦はこの夏最後にして最大の思い出になる。